お疲れ様です。よし、撮影終わって撮影ですか今日はいつも契約してもらってるクライアントね、イベントの撮影のね、今事務所戻ってきたところでございますと。で、撮るのね。撮りますよ、もちろん。ありがとうございます。すいません、本当にいつも。何について話そうか今日は。今日は、編集者にとって撮影の重要性っていうのを。撮影の重要性、はい。じゃあそれについて話そうか。はい。まあこれあくまで俺が思うなんで、これが正解かどうかっていうのはちょっとわかんないんだけど、俺が思うにこれ完全な正解なんでね。動画編集者は絶対撮影を巻き取った方がいい。その理由を解説していきたいんだけど、おそらくね、この動画見てる人たちは、なかなか動画編集者としてキャリアアップできてないとか、月5万、10万、なかなかそこまで稼げないとかね。もしくは5万、10万稼げたけど、そこから売り上げをね、上げていくとか、その収入を上げていくっていうところが着手できてないとか。そういう風に悩んでる人はめちゃくちゃ多いと思う。多くの動画編集者が、正直ね、動画編集ばっかやってるんだよね。はい、どう思う？それ思わない？まあ確かにそうですね。それじゃやっぱダメだから、撮影を巻き取りましょうよって話なんだけど、じゃあなんで撮影を巻き取ると動画編集者にとってプラスが大きいのかっていうところをいっぱい話しようでも実際ね、ちょっとやらしい話しますとですね、最近やっぱ自宅の方が絶好調でございまして、まあね、忙しい忙しいって言ってずっと YouTube をサボってただけあるなというところなんだけど、今ね、ほんと月の売上が4月の着地見込みだと、だいたい900万から1000万ぐらい。おー、すごいですね。見えてきました。まああくまで着地だからね、どうなるかわかんないんだけど、今ね、2社会社やってるけど、そこは両方合わせて、まあそれぐらいだ。で、これはスクールの売上とかっていうのは一切そこに含まれてないんで、もう単純に YouTube とか TikTok とか、まあ、その他いろいろね、やりたいって会社からのご依頼でその金額って感じになってるから、ほんとね、いろんなところでこの信頼が出てきたなっていうところではあるんだけど、自宅でそれだけ売り上げ上げてるよっていうね、この私が実際にじゃあなんで撮影巻き取った方がいいのかっていうのを話していければと思うんだけど、はい、この撮影を巻き取れるようになること、どういう未来が待ってるかっていうとね、よりクライアントに信頼されてね、例えば今まで5万、10万だった単価が、そこからね、一気に20万まで増えたりとか、追加でどん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 丸々さんに仕事お願いしたいですってなったりとか、そういう展開にも全然なりうる。だから撮影でも絶対重要なの。だからそれをちょっと今日ガッツリ話していこうかなと思います。で、結論よ。じゃあなんで撮影が重要かって言ってもね、クライアントとの信頼関係がめちゃくちゃ築けるから。なんとなくイメージつく、これどう？僕は実際にやってるんで、イメージはつきます。はいはい。どんなところで思う？ LINE 上でしか会話できないけど、うん、撮影行くと直接こう顔見ながら話せるんで、はい、相手の表情とかが分かりやすくて、結構仲良くなりやすいっていう。まあそれが本当に多くの割合を占めるんだけど、撮影を巻き取るとどういうことが起こるかっていうと、必然的にそのね、クライアントの方と顔を合わせたりとか、撮影でね、その企業のチャンネルとして出る方っていうのは基本的には重要なポジションになってる方の場合が多い。ただそうなってくると、その方とのコミュニケーション量ってめっちゃ増えるよね。で、実際にそこでいい仕事ができるってなると、めちゃくちゃ信頼度が高まる。チャットのやり取りとかだってさ、もちろんそこでも優秀だなっていうのはあるし、ベースちゃんとチャットのやり取りができないといけないんだけど、実際にリアルの場で会って、悩みだったり聞いたりとか、丸山さんこうですよねみたいな会話をするだけで大きく変わってくるわけ。なので、その撮影を一緒に巻き取ることによって、その方の本当のニーズだってね、実は会社でこういうことで悩んでて、みたいなところが出てきた時に、だったら動画でこういうこともできますよっていう提案だったりもできるし、あとは、普段ね、会社でただね、自分でスマホを置いて撮影しているだけだったのが、撮影に一緒に行くことによって、こここういう風に言い方変えた方がいいですねとか、こここういう風にした方がいいですねっても言えるわけ。シンプルにその動画のクオリティも上がるし、かつクライアントの信頼関係がしっかりと作れて、長く案件として続きやすかったり、単価を上げやすかったりすると。なんで撮影はめちゃくちゃいいって話ですね。はい。 YouTube の受託ってさ、正直すぐ結果出ないじゃん。ましてやさ、インフルエンサーみたいなような人たちがやってるのはまだあれだけど、基本的にはさ、通話してるわけ。そんな面白くない、そんなに得映えしない人たちをどうじゃあ企画だったりとか見せ方だったりとかでよく見せるか、重要なことを話してもらうかっていうのが仕事なわけじゃん。ってなると、もちろんね、スマホを置いて誰もいない状況の方が話しやすいんですって人もいるんだけど、やっぱ撮影に入ってあげて、ここもうちょっとこういう風に撮った方がいいですねとか、背景こっちにした方がいいですねとか、ちょっとその言い方微妙なんで、こういう言い方に変えた方がいいですねっていうディレクションしてあげるだけで、動画価値がめっちゃ上がる。しかも、撮影って一発勝負じゃん。まあ、何回も撮り出すことはできるけど、素材として使えるのって一個しかない。編集だったらさ、カットミスってもさ、すぐ戻せるじゃん。だけど、撮影でこの素材お願いしますって、この素材っていうのが決まっちゃったら、もうそこはやっぱ修正できないわけだから、だから、動画の質っていうのをどれだけ撮影の現場で上げられるかっていうのはめちゃくちゃ重要なので、そういった動画のクオリティとか質って意味でもめっちゃ重要だ。だからこそ、この撮影の動画の質を上げるとか、シンプルに数字に対する貢献みたいなところと、クライアントの人間関係、仕事関係だろうが何だろうが、人間が顔を合わせてね、会話するってなったら、もう人間関係わけですよ。うん、だからここをしっかり作れると、やっぱ顔を合わせて人間的な信頼関係を積み重ねている方が、この人だったら任せようかなとかさ、この人になったらもう半年もう一年見てもいいかなっていう例とかって結構あるわけ。なんでそこを達成するためにも、しっかりと撮影を巻き取る。ディレクターから案件を受けてるんだとしたら、撮影に一回一緒に同行してもいいですかとかね、クライアントから直で受けてるんだったら、撮影に伺わせていただいて現場の風景とかちょっと見たいんですけどっていう話をする。でこれにいいノーっていう人ってほぼいないから、そこでねお金を取ろうとはせずに、まずはしっかりと撮影に向かって、でそこでちゃんと関係性を作ったりとかして、この人に撮影来てほしいなって思わせたらもう勝ちですよ。ここをねやってない動画編集者が多すぎて、意外と勇気出してちょっと行ってみるだけで大きく変わるかもしれないね。
実際にこう行ってみて、うん、テクニックみたいなのってあるんですかね、撮影テクニックみたいな。そう、聞いちゃう。教えてください。これ有益なやつですよ。本当にリアルな現場で俺がよくやる、はい、撮影テクニック話すね。まず1個目、はい、さっきも話したけど、今ねカメラの裏側にいてさ話しかけてくれてるけど、まあ、こういうコミュニケーションも1個こうテクニックだね、はい、例えば一人語りカメラの前にしてくださいって結構ハードルが高かったりするから、それを会話形式にしてあげることによって話しやすくなるみたいな展開もあるから、うん、それも1個テクニックの一つだよね。あとはカメラの向こうがね腕組んでさ、後ろにカメラでこうやって前に立って真顔でずっといられてもちょっとさ別にプラスは生まないじゃん。だから話してることに対して、あ、そうですよね、うんうんうんっていうリアクションだったり、うん、ちょっとね受け狙ったような話したらちょっと笑ってあげるとか、はい、カメラの後ろ側でのリアクションっていうのをしてくれるだけで、仮に一人語りだった場合でも結構話しやすくなる、うん、そういうのもすごく重要。ただ単に突っ立ってるんじゃなくて、はい、ああなるほどねみたいなリアクションを取ってあげるのもかなり大事だね。言うてさ、こっちで喋る側ってさ、俺とかも慣れてるよ、もう慣れてるけどさ、最初の一発目の YouTube のさ撮影ってさ、撮影って当たり前じゃないじゃん。もう普通の一般の人からしたらそれはだいぶ民主化してきてるけど、普通の人からしたらさもう慣れないことだし緊張するし、うん、周りに人がいればいるほど難しくなってくるって展開になるから、うん、それからほぐしてあげるかって観点でカメラ越しのリアクションってのはすごい重要、うん、もう一個言っちゃおうか。もう一個してください。もう一個はね、これ撮影のテクニックかって言われるとちょっと絶妙なんだけど、例えば俺がこの YouTube を採用取りたいですって依頼でやったとしてさ、まるまるさん YouTube 経由からこの間採用一人問い合わせ来たんですよって言われたら、どういうリアクション取る？マジですかみたいな感じですね。全然ダメ。全然ダメ。全然ダメですか？全然違う。全然間違ってないんだけど、はい、じゃあ俺やろうか。りょうたさん、うん、YouTube から一件採用決まったんですよ。え、採用ですか？はい。あ、問い合わせ来たってことですか？そうです、そうです。完全に YouTube 経由から。はい。マジですか？いやー嬉しい。すごい、やりましたね。これすごい、これ正解。すごすぎる。苦情すごすぎる。苦情いきます。いや、すごくないでしょ。まあ何が言いたいかっていうと、まあ一緒に喜んであげる。例えばね、チャット上のやり取りだけで終わってますって一緒だと、なかなかこの一緒に戦ってる感って出せないわけよ、うん、これを一緒に頑張ってきたことに対して成果が出ましたって時に一緒に喜んであげる、はい、それをしっかりと表現してあげると、この人ただの一仕事としてじゃなくて本気で向き合ってくれてるって思うわけだね、うん、そうするとこの人の証しよかったなとか、これからもこの人に頼もうとかさ、もし仮に満足するような結果出てなくても、まあ、この人本気で向き合ってくれてるんだなって思ってもらえたりするわけよね。はい、あくまでこれは小手先だから、しっかりと数字結果を出す、数字結果を出すためのプロセスを組むっていうところが大前提重要っていうのは間違いない。でその上でリアクションだったりとか、相手と一緒に戦ってあげる、一緒にそのプロジェクトを本当にやりにくい仲間として認識する、まあ、こういうことがやっぱすごい重要になるから、うん、これができるだけでも人としての信頼関係とかビジネス上での信頼関係っていうのが変わってくる。でこの辺は撮影のリアルの場で会ってる時とかに、再生回数増えたんですよねとか、検索の上位に出るようになったんですよねとか、こっちから伝えなきゃいけないことでもあるかもしれないけど、相手がそういうふうにさ嬉しそうに言ってきたら絶対にそういうリアクションを取ってあげたりとか、うん、できると大きく変わるね。なので撮影はね、じゃあどうやって学んだらいいねんとかさ、そういうのいろいろあると思う。でも俺も撮影なんか学ばずに現場行ってた。全然学ばなきゃいけないし準備しなきゃいけないっての大前提あるんだけど、一回ねなんかトライしてみて撮影に入ってみるっていうのをやるだけで、クライアントワーカーとしてビジネスマンとして成長できる機会がその先に待ってたりするんで、これをちゃんと準備した段階で進めてほしいなと思いますね。ということでしたらどうでしょう。今から撮影に初めて行く人にとってもこの動画見たらこういうことやればいいんだみたいなの分かるんで、ためになったと思いますね。まあなかなかね、環境によってはさ難しかったりする場合もある。だけどビジネスマンとしてじゃあね、競争の社会になった時にやっぱいけるやつが勝つから、いけないんだとしたらどういう風なところで価値を出すかだったりとか、どういう風なところでプラスを作ってあげるかが勝負になってくるから、それ以外のところで頑張るしかない。だけど撮影にいけるやつは強いよって話でした、うん、なので今回の動画見てね、動画編集者として勉強になったのとかね、まあ、撮影こんな感じでいけばいいなと思った方はですね、ぜひチャンネル登録高評価してもらいたいのと、あとはね動画編集者として成長したいっていう人が見てると思うんでね、ぜひね概要欄の公式ライン登録してみてください。概要欄の公式ライン登録するとね、こちらの特典が受け取ることができます。これはね無料でプレゼントしますんで、まだ登録してないよって人をね必ず登録するようにしてプレゼントを受け取ってね成長してみてください。ということでね、今回も撮影終わり撮影でした。このチャンネルどういう立ち位置していこうかなってすごい考えるんだけど、なかなかさスクール系の発信してる人って多いじゃん。受託のリアルの現場を公開していくとこってあんまないじゃん。その辺ちょっとしていこうかなと思ってる。あ、いいですね。なかなかね現場のリアルな感じとかさ、クライアントがどうやって進んでんだろうとかなかなかないじゃん。例えばどういう会議してんだろうとかね、うん、かその辺までねちょっと出していこうかなと思うんで、今ここね一応事務所なんだけど、改めて事務所移転します。なのでそのね事務所移転した後もね、その事務所だったりでも含めてどんどん撮影強化して、どんどんね YouTube も強化していこうと思ってるんで、ぜひお楽しみにしてもらえればと思います。ということでね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。